きた未来、日常でさえもあなたとなら輝き出す。たとえ何が起きたとしても、たまに傷つき傷つけても、息が触れ合うほど近くで、何気ない日を信じていて、新しい世界の中私が向かうのはどこなの、どこなの、ときめきが知ってるの、一緒に探したいと伝え、そう、なんか私がねソロデビューして、みんな聞いてくれるのかなとか、たくさんの方に届くのかなとか、そういう不安があったんですけれども、皆さんからのすごく温かい言葉とかをたくさん聞いて、あ、私は一人じゃないんだ、みんながついててくれてるんだっていうふうに心から思えるようになって、やっとなんかこう、なんだろうな、一人のアーティストとしてスタートを切れたような気がしています。あのさ、私ずっと新海さんに聞いてみたかったことがあるんだけど。私名字嫌いだから名前で呼んでいいよ。何？あの未来さんはシャンプー何使ってる？え？シャンプー？いつも綺麗な髪で羨ましいなって思って。石井さん面白いね。じゃあ話しながらお店行こうよ。うん。ありがとう。ありがとう。お疲れ。まだ終わってない。終わってない。まだ終わってない。ありがとう。ありがとう。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。ありがとう。はい、さっき大量の干し梅をいただきました。5個あげました。5個もくれました。あとじゃがりこね。ありがとう。だって毎日食べてるからさ。食べてない。あ、ごめん、毎日じゃなかった。そうそう、さすがにね、私の頭の中のイメージは毎日食べてた。ありがとう。もう2人は仲いいですね、これは聞くまでもなく。そうです ね、 ですね。結構今まで共演もしたりしてるので。はい、はい、ね、朗読劇自体私初めてだったんですよ。めっちゃ緊張しました。緊張した。私も緊張した。緊張したよね。緊張した。本当二人で、掛け合い、セリフを掛け合いっていう、なんか役者としてこうやって、セリフで会話をするっていうことが初めてだったから、マイク前に立つと本当に自分に嘘がつけないじゃない、私たち役者は。そうだね。そうだね。そうだね。だから、なんか心を、心で会話したなって感じがして、心心で。そうだね。イエーイ。イエーイ。いや、楽しかったよね、でも。超楽しかったね。ね、なんか本当サーヤだからこそこうね、できたことだなって、思いました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。改めて、ね、じゃあちょっと特別ゲストとしてね、お越しいただいたサーヤから、はい、美脚に、はい、お願いします。では改めまして、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。こんなね、出会いできてよかったなって思いますし、本当にね、リカコ自身がどん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 素敵になっていくから、いやなんかね、年を重ねるにつれて、なんかものすごく心強い友達になっていくから、ありがとう。私はね、とっても素敵な友達を持てたなって思って、すごくこの場に入れて幸せです。嬉しい。また27歳のこの1年もなんか変わらずお茶目で、なんかちょっとツッコミどころの多い、もう愛くるしい、愛おしいリカコでずっと覗いてください。ね、また汚い焼き鳥屋さん行こうね。ちょっとこういうところが好き、もう大好き。ちょっと哀愁のある焼き鳥屋さん行こうね。正解。はい、変わらずね、でも本当大好きなお友達と誕生日をね、共にちょっと過ごすことができて、改めてここまでね、北原さやかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。